カレージフットボールプレーオフはアメリカ合衆国の大学アメリカンフットボールにおいて年間王者を決める制度。2014年のシーズンから導入された。それまではボールチャンピオンシップシリーズ制度の下、ランキング1位校と2位校の直接対決が行われていた。2014年シーズンから出場校が4校に拡張され準決勝決勝のトーナメント方式になった。 この制度は2025年のシーズンまで継続することが決まっている。プレイオフのテレビ中継は ESPN が行う。カレッジフットボールの最上位クラスとされる全米大学体育協会のディビジョン・アイ・フットボール・ボール・サブ・ディビジョンには2014年シーズン時点で10のカンファレンスが存在している。また、カンファレンスには所属しない大学もある。これらは強豪校。 人気校が集い規模の大きなパワー5カンファレンスと、それよりも小規模のグループオブ5カンファレンスに、大別される。シーズンは8月下旬から9月上旬にかけて、開幕する。各校とも、シーズン序盤は他カンファレンス所属校や、FBS の下部にあたる、ディビジョン・アイ・フットボール・チャンピオンシップ、サブディビジョン所属校との対戦を行い、中盤から終盤にかけて、カンファレンス戦に臨むのが、 一般的である。11月下旬から12月上旬にレギュラーシーズンが終了し、各カンファレンスの優勝校が決まる。カンファレンス内の順位を決める際には、他カンファレンス所属校や FCS 所属校との対戦成績は勘案されず、同カンファレンス内の対戦成績だけが適用される。また、二地区制を導入しているカンファレンスは、それぞれの地区を制した2校で、 優勝決定戦を行う。10月下旬から11月上旬頃になると CFP の選考委員会が招集される。この選考委員会は毎週火曜日に FBS 上位25校を順位付けして発表する。この選考の際には、ダカンファレンス所属校や FCS 所属校との対戦成績も考慮される。選考委員会が順位付けの際に重視する要素の一つが、 日程の厳しさである。これは、競合校を多く要するパワー5カンファレンスに有利に働く。実際に2016年シーズンには、グループオブ5の MAC に所属する、ウェスタン・ミシガン・ブロンコスが、レギュラーシーズンを13戦全勝で終えたにもかかわらず、最終ランキングでは、パワー5カンファレンス所属の8勝4敗チームより下位となった事例がある。 レギュラーシーズンがほぼ終わり各カンファレンス優勝校が決定した12月上旬に CFP 選考委員会は最終ランキングを発表する。ここで4位までに入ったチームが1月1日前後に開催される CFP 準決勝への出場権を得る。ここでほぼと書いたのはアーミーブラックナイツとネイビーミッドシップメントの定期戦アーミーイコールネイビーゲームが レギュラーシーズンを締めくくる試合として最終ランキング発表後に開催されるためである。下記の6つのボールゲームが持ち回りで3年に一度プレーオフの準決勝を行う。これら6つのボールゲームは1月1日前後に開催されることから俗にニューイヤーズ6と呼ばれる。準決勝ではランキング1以降と4以降、2以降と3以降が対戦する。この際、 一位校には、ホームアドバンテージに類する特典として、自己所在地により近い場所で行われる、ボールゲームへの出場権が当てがわれる。ただし、この法則に従うと一位校出場ボールゲームの、開催地が四位校の地元県になってしまうような、場合は、この法則は適用されない。ニューイヤーズ6のうち、準決勝以外の四つのボールゲームに関しても、 CFP では出場校を決めるため一定の規則を設けている。これにはカンファレンスが関係しており、準決勝進出を逃したランキング5位から12位までの8チームが自動的に割り振られるわけではない。これを2016年シーズンのランキングに当てはめると以下のようになる。カレッジフットボールプレイオフナショナルチャンピオンシップは例年1月の第2月曜日に開催される。 準決勝を勝ち上がった2校によりそのシーズンの全米王者が決定される。2015年の第1回全米王座決定戦は1890万人が視聴したと言われている。ありがとうございます。